皆様こんにちは、ベンマックスです。暑いですね。すごく暑いですね。こないだ私火曜日剣道やってきて、基本稽古でなんか急に気持ち悪くなっちゃって、すぐやめました。でちょっと陣稽古の時にちょっと面かぶって、やりましたけれども、まあ本当に暑いですね。でそれでですね、すいません、今更なんですけれども、GW の M5610 の 1JF をですね購入しました。似たようなやつでね、似たようなっていうか海外製じゃなくて、すみません、逆輸入のモデルだと GWM5610U1JF っていう、型番に同じものなんですけれども、型番が変わるんですけれども、こっちは日本の国内の販売用のやつですね。これをこの間買いました。ちょっとね、最近ごつい G-SHOCK が多かったもので、スタンダードなやつで電波時計でいいのないかなと思って、まあこれが欲しいなとは思ってたんですけれども、もうまさにもの昔の DW5000の顔をしてますので、これがかっこいいなと思って購入いたしました。ここのまたね、左の下のウォーターレジストの 200m っていうのもかっこいいですし、青で、ね、決めてかっこいいですし、この脇の赤がレッドがアクセントになってて、本当にザ・ G-SHOCK っていう感じでいいなと思って買いました。この日付がですね、この 8.31 ってなってますけれども、8月31日なんですけど、なんかこうハイフォンにしてほしかったなっていうふうには思いました。それはちょっと思いました。で今はよくつけてるんで、電池は、ハイのままになって、充電満帆になっております。なかなかいい買い物ですよね。結構した覚えがありますね。2万8000円ぐらいで買ったのかな、確かそのぐらいで買いました。海外製買えばよかったっていうのもあるんですけれども、お店でちょっと即決で決めちゃったんで、かっこいいですよね。ザ・ G-SHOCK ですよね、四角い顔が。でまた裏ブタがスクリューバックじゃなくてパネル形式なんで、これがまた意外とこう腕につけてて軽く感じるんですよね。なんかこうしてる腕時計をしているっていう、このしてる感があんまりなくて非常にいい塩梅なんですよね。まあ、こんな感じなんですけれども、この裏蓋が出っ張ってない分なんかつけ心地がいいんで、私はとてもこれ気に入ってます。で昔購入した GW5000 っていうやつなんですけれども、これは日本製なんですけれども、これは裏蓋がスクリューバックになってまして、まあ綺麗なねスクリューバックになってますよね。でもちょっとこれはディスるわけじゃないんですけれども、やっぱ裏蓋がスクリューバックの分ちょっと腕にこう蓋がこうピタッとくっついちゃうようなね感じがするところが、
しててちょっと、存在感が 感じすぎてしまいまして。まあ、でも、これもね、まあ、ベルトがものすごいこれは柔らかくて、使っててね、非常にベルトがね、柔らかい分、その分ちょっと救われてるかなという感じですね。あ、やっぱいいわ。すごくいいです。装着感。やっぱ柔らかいベルトはいいですね。最高ですね。これは前、ちょっと動画で、動画上げましたんで、もしあれでしたら、ちょっとその時のやつをチェックしてほしいんですけれども、今日のちょっと主役はこちらの、GWM5610-1JF ですね。これ、とても、デザインがね、好きで、かっこいいですね。非常に。電波時計でもありますから、今日はキャッチできてるのかな。12時3分。あ、31日。あ、ゲットできてますね。時間がね、狂わないんで、それでソーラーパネルですし、非常にいいかと思います。どうでしょう。G-SHOCK って買ったことない方とかいらっしゃったら、これ結構おすすめですよ。値段もそんなにしませんし、これ、ソーラーパネルなんで、10年ぐらい持つんじゃないかな。うちのせがれと言いますか、まあ、僕の持ってる緑色のアマガエルと言われている GW200F というフロックマンなんか、中に二次電池、ソーラー、タフソーラーなんですけれども、それなんかもね、まだまだ動いてますから、そうですね、これも、あれは何年ぐらい経ったのかな。20年ぐらい経ってんのかな。これで20年使えちゃったら、私70歳になっちゃいますから、非常に、歌唱さんのこの、まあ、デジタルっていうのは、歌唱さんすごく強いですよね。それに、耐久性もありますし、レストアなんかも、率先して、この間も、初代のフロックマンのレストアの発表ありましたし、から、まあ、非常に、いい会社さんだと思います、カシオさんって。セイコーさんの、僕、7A28 というモデルを持ってるんですけれども、もうダメになっちゃったらもう終わりって感じなんで、そうですね、これも、まあ、中のムーブメントがダメになったら、まあ、ムーブメント乗せ替えればいい話なんですけれども、でも、これで結構、私の時計、G-SHOCK コレクションで、ダメになったものって、ほとんどないんですよ。全部動いてるんですよ。古いものから。で、古いもので、メインブラックっていう、フロックマンあったんですけど、あれは、あの時代のベルトの素材が、なんかすごく硬くてですね。で、それが劣化してベトベトになって切れちゃったっていうのが一つあるんですけれども、今はあまりそんなことはなくて、長く使えて非常にいいですね。中の機能のはちょっと説明省かせていただきますけれども、大体今の、現在の、機能をほとんど備えてますんで、センサーとかはないですけれども、
大体機能を備えてますんで、非常に買う価値があると思います。それでは失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。